はい、短期決戦です。3月23日8時43分です。第1365回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6の予想ね。よし。まず、ロト6過去10回と、ロト7過去2回と、ミニロト過去2回を、入力します。そうすると、右側に、カウントイフで1が何個あるか、2が何個あるかって重複をチェックしていきます。で、過去10回と今後6回。今後6回っていうのは、ロト6過去2回と、ロト7過去2回と、ミニロト過去2回なんだ。で、重複をチェックしていきます。それで、ボーナス数字もチェックします。で、それをこの表に入れてきて、10回中4回が16と28。10回中3回が4と5と8と15と27。10回中3回1回ボーナス数字が3と9と23。10回中3回2回ボーナス数字が12。10回中2回が2、6、10、14、18、19、25、29、36、37、41。10回中2回1回ボーナス数字が43。今後6回。6回中4回が5。6回中3回が16、21、23。6回中3回が1回ボーナス数字が13、25。6回中2回が14、27。6回中2回1回ボーナス数字が22。で、過去10回抽出数字。過去10回で出てきた数字を全部書き出します。で、今後6回で抽出数字。今後6回で出てきた数字を全部書き出します。それを合体させると、全数字が出てくるわけ。で、連想展開から、前回の数字を赤で示して、その隣を緑で示し、その両サイドを緑で示して、オレンジ色が、虫食いの部分ね。この虫食いの部分が出る可能性あるから。あ、ここもそうだな。ここもそうだな。まあいいや。で、全抽出数字に重複してるやつを、色付けします。出てない数字が30と31。挟まれた数字が1、7、11、17、20、24、26、28。被っている数字。過去10回と今後6回、うん。で、さらに被っている数字が5、14、23、25、27。それが重要数字になります。で、参考回は、このね、今後6回。で、重要数字がそのさっき被っていた数字。で、準重要数字が、ボーナス数字ね。で、参考回を見て目立つ数字、があって、気になる数字が13、14、16。で、連想展開。並び替えるとこうなって、連想展開から導き出された数字と、さらに整理するとこうなりますよ、と。ナンパス。じゃあ、予想していきましょう。昨日5000円負けたよ。ハイローは3000円勝ったんだけどね。結局、ハイローは1万3000円にして、それを出金してさ、終わりにしたの。よし。だからね、13、14、16を使っていくんだよね。3、5、13、14、16、43。あ、いいんじゃないのこれ。これ買おう。すごいでしょ？1、7、13、14、16、33。2、13、14、16、28、28、36。5ばっか出てんだよな。5ばっか。5、13、14、16、25、35。
ちょっと変えていくか。これぐらい入れとけばいいだろう。13、14、16。ちょっと変えていこう。4、3、6、4、17、34、40、40、41、42、43、16、37、34、29、25、30、15、50。これすごいな。こんなん出ないけどね。5、10、15、30、34、40。これとこれね。よし。3、5、13、14、16、43と、5、10、15、30、34、40。OK です。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。